はい、こんにちは、えー。今回はね、メネラウスの定理と総総、相加相乗、相加平均、相乗平均の関係の練習っていうね、いうことで、まあ、ちょっと2つ融合してるから、えっ、ー、と、まあまあ、あの、何ちめちゃめちゃ基本的っていうわけではないんやけど、えー、これ、えー、この問題を3分でっていうね、っていう感じで問題に載せてみました。三角形 ABC があります。これはね、三分棟にもあるけど、定まった三角形 ABC っいうね、いうことで、えー、T がまあ、いろいろ変わるというね、いう感じで、斜線部がその都度出来上がります。 面積 S っていうふうにしてもらって、面積が最大になる時の T っていうね、うん、最大の時の T の値を求めてくださいっていう、そういう問題。うん。はい。で、えー、っと、まあまあ、これはやね、えー、そう、メネナウスの定理を使えば、中の線分の比が、例えば BF 対 FE とかね、わかるんやね。こっちでもいいねんけど、DF 対 FC でもいいんやけどね。そうやって、この三角形の中の辺の比がわかれば、あとはね、気化でやね、 下でえー、それで S というやつを、えー、と三角形 ABC の何倍っていうふうに表すことができるんやねで。三角形 ABC の面積っていうのは定まっているから、えー、だからっていう感じでやれば OK。ねはい、じゃあ一個一個行こうか。はい、じゃあまず最初、えー、BF 対 FE やね。まあここにしてみました。BFFE、ね。えー、DF 対 FC でも OK って書いてあります、ね。こっち側でもいいんやけどね。ねうんまあ、たまたまね、ちょっと広かったからこっちにして,してみただけです。 はい。で、メネラウスの定理使うんやけど、メネラウスの定理はって言ったら、えー、こうやって、えー、比が与えられてるところ、t 対2って与えられてる、この直線 ab っていうのを考えて、青やね。まあ、線分やけどこれね。直線考えて、こっち側も比が分かってる、えー、青考えて、で、求めたいところ、代々やね。そういうふうに、青、青、代々ってやると三角形出来上がるから、そこの三角形と、それから、えー、各、えー、あの、辺の分点やね。 うん、点 D 内分点 AB のね。この三角形 ABE っていうやつの,この内分点。F も内分点 BE のね。ところが C というやつがこの三角形 ABE の辺 AE の外側に来てて外分点ってなってるわけね,ね。こうやって内分、内分、外分っていうふうになっているんだけど、これはまあよく出てくるメネラウスの定理の形です。ねうんまあ、なんで、いっぱい練習してるかなっていう気もします。ね、はい。 でね、そこの、えー、内分点外分点を結んだ直線っていうのが DC ね。内分点内分点外分点。この三角形 ABE をこの直線 DC が切るっていうね、形をしております。はい。えー、書きました。えー、DF というのが内分点です。これとこれが内分点で C が外分点っていうね。 で、外分点が奇数個のとき、1個3個のときはメネラウスの定理になります、ねうん。0個2個のときはチェバの定理になります、ね。うんまあ、そこら辺はちょっとまた違う動画で説明するけどねで。今は典型的なメネラウスの形です。はい。で、えっ、ー、と、まあ、どの順番でもいいんやけど、一筆書きっていうふうに言われてるわけやね。まあ、おすすめはね、えー、大体ぐらいから出発するのがまあいいかなというふうに思います、ね。えー、ここね。 つまり BF 内分点、A、FE もしくは E から出発して EFFB でも構わない。それはどっちでもいいから、えっ、ー、とまあ代々からがまあいいかなっていう気もするよ。それ以外ね A から出発してもいいよ。まあ、つまり ABE の三角形 ABE のどれから出発してもいいんやけどね。どれから出発してもいいんやけど今たまたま,、えー、とまあ代々から出発するっていうのを提案してるっていうだけです。それも B から出発するっていうね。いうのを提案してるだけです。BFFE 内分ね。 で、ここから、えー、外分点い行きます。t に行って t 足す1戻ります、ね。上下、上下、上下って書いていくんやけどね。で、t 足す1で戻って、えー、内分点 t で2というふうにするというね。いうことをこうやってね、書いていくわけね。はい。そうすると、何や ?t2 乗やから、え、これが t2 乗かなこれね。2け t 足す1は上かなこれね。これ逆に線ようにね。はい。こうやって、えー、比が分かってしまうわけやね。 さあ、そうやって日が分かれば、ちょっと汚くなったけど、まあでもね、実際手で書くときはこんな感じやね。これ丸、これが四角、ね。で、まあ三角とか二重丸とかしてもらってっていうふうにすればいいかなと思うね。これ丸でこれを丸にすると、こことこの長さ一緒になってしまうから、それは誤解のもとなので、えっ、ー、と、丸やったら違う記号にするってね、いうふうにすべきやよ。はい。で、それで S っていう面積を、 三角形 ABC の何倍かっていうふうに持っていくわけやけど、えこれはこの台体のところを底辺に見ればいいのかななら、底辺の比、高さは一緒。こう、水線下ろしてないけど、高さ一緒。うん、なんで、底辺の比が面積比になるわけやね。なんで、S という斜線部分は、これ分のこれ、三角形 BBC、うん。いけそう。ね。ね。キュッと圧縮しましたみたいなね。 例えば5分の3倍みたいな感じでね。5あったものを3にしましたみたいにして、こういう風にする、ね。はい。いけそう。これとこれ足さないといかんね。足した分のこれ。これ。ね。ケ、OK、ー。そうやってやってから、もう一回、A,、えー、B, E, C はっていうこれを、こっちが今度底辺に変えてもらって、で、それで三角形 A, B, C にこうね、広げていく。ね、つまり、斜線部分をブリッと広げて、さらに B, E, C をブリッと広げて、全体にするっていうね、えー、いうことになるわけ。 はい。それ書きました。3け b c 割ってたら、今度こっち底辺で t やったものを、えごめん、t たす1やったものを t 倍にするっていうふうにするわけだね,ね。この辺パッといけるようにね。で、約分して 2t ですよ、ね。はい。で、これがね、定まった値ないね。ということは、s というのは t によるっていうね、いうことだよね。 書いてみました、ねうん、三角形 ABC、ね。定まった値。さあ、ここから S が最大っていうね、いうのを使っていこうと思うんやけど、このね、分数式っていうね、いうやつの最大値っていうやつをちょっと慣れといてほしいのよ、ねうん。どうするか。分子分母 T で割ります。ねうん、T で割って、丸、丸、2つかけて T が、文字が消える形にする、ねうん。で、真ん中はもうそのまま数値の2になるわね。 この丸と丸で相加相乗を使う。はい。で、分母で相加相乗を使うんで、いつもの分の1なので、不等号の向きが逆になってます。いけるかなこっち側ちょっと見ようか。えっ、ー、と、これがいつものね、えっ、ー、と、丸と丸のやつで、えー、A と B でしょうか ?2 ルート AB ってやつやね,ね。で、これ、えー、変編、このプラス2っていうのをしてます。プラス2をして、で、分の1して分の1してるから、不等号の向きが変わります。 例えば、5、4やったら、5分の1、4分の1、ね。こっちがでかくなります。えなんで、いつもの逆にしてっていうふうにするわけやね。ねはい。なんで、t が消えて、ルート2になってっていうふうになるわけ。まあ、さらに2で約分して、分母を有利化すると、こんなんか。はい。こうやって出てきます。えでも、これは、この値以下だよって言っただけで、ねうん、誰もこれを取るとは言ってないから、そのチェックをしなきゃいけないよやね。 わかるえみんなの身長がね、10メートル以下っていうのは合ってるよ。合ってるけど10メートルなる人はいないよ。ね、っていうことでねえ、これこれ以下だよ、S はって言っただけやけど、え本当にこれなるかどうかのチェックをしないと、最大値10メートルって言えないやんか、ね。っていうのが統合成立条件っていうやつだよね,ね。はい、一番最後、統合はえいわゆる A イコール B やね。ねの時やね。で、え分母を払って t が正っていうのを使ってもらったら t。 生やからね。ルート2の時に成立します。大丈夫です。OK です。ね、はい。ということでえ、その時に S は最大になるっていうことで、T はルート2という,、ね、いうことです。はい。よし。じゃあ、こんな感じでね、ちょっとまあ、メネラウスの定理と、総加速状が出てきたけど、うんこ。この辺やね。この辺をね、ちゃんとやれてほしいのよ、ね。うん。で、この辺がさーっとできる人と、 ピュッと止まってしまう人で、またやっぱりスピード違ってくるから、えー、だからこういう練習をして、役立てて見てもらいたいと思います。はい、ということです。じゃあ終わりました。ありがとうございました。